ガレット行ってますね。風がボボボーがちょっとうるさいでしょうか。1時半から、始めます。平魚泳ぐです。今日は、中津の、山国川の、中津山国川の、上の方で僕は暮らしてるんですけれど、その河口付近の山国川、中津の町ですね、町の外れっていうのかな、この川の向こうは福岡県なんだな、そんなところで今日は配信しております。このね、今この木陰で練習してたんですけどね、このこっから見えるあのこんもりとした山が、風が強いね、こんもりとした山が、結構いいっすよね。ね、なんか夏ですね。
ですか。弾いてましたね、エリック・サティの曲とか。エリック・サティのジュトゥーブでしたっけ、これね、意外と YouTube でなんか外国の人からのコメントが多いです。感じがとてもしています。あーでも、うん、今日はそんな天気、さっきまで結構曇ってたんだけどね、何やろうかな次。
くれてる方が7分の1ってどういうことなんだろう。7人見ててくれてるのか1人なのか、その1っていうのは僕自身のことなのか、ちょっとよくわかんないですけど、誰かに聞いてもらっている気持ちでお届けしております。まさとしさんの夏が来て僕らを歌おうかなと思います。夏が来て僕ら アイスクリーム食べて笑った。 木に登り 僕ら持ってる。
から抜け出してさ、森を見に行こう。夏が来て僕ら成長のドアを足で開けた。抜け殻はね、本当に多分人生で一番聴いているアルバムだと思います。しかも秋冬は聴かないから、夏このくらいの時期から夏休みの終わりまで聴いているようなね、そんな感じなんですよ。で、数年前に自分で歌えばいいやって思って、マーシーの曲はね、ギターで弾くから E のスケールなんですけど、これを半音上げて F で弾くとウクレレでは結構弾きやすくて、そう、しかも頼りない天使をね、ずいぶん前にやってたのですよね。ありがとうございます。頼りない天使、今日の朝も声出しというか、なんかね、頼りない天使もね、フィッシュマンズ大好きなんですけど、去年でしたっけ、一昨年でしたっけ、なんか映画がありましたよね。映画を見に行ってね、なんだろうな、歌おうって思ったんですあそこに行く声みたいなね、そんなんで、じゃあ頼りない天使歌ってなんかお話やろうかなと思ったけど、20分頼りない天使と2曲ぐらいできるかな。そうね、映画見た感想はですね、ちゃんと生きようって思いましたね、佐藤真嗣さん、あの音楽やったら行っちゃうよねって思う。発声練習ですね。頼りない天使を毎日歌って、どこの息で今は何次元かなみたいな何次元で歌えたかなみたいな、何次元でもいいですけどね。さよなら覚めた時よ、あの子が僕を呼んでいたから、終わりさ、もう終わりだよ、今日からは二人ぼっち、優しい天使が降りてきたら、きっとあの子は喜ぶさ、なんて不思議な話だろう、こんな世界の真ん中で僕が
頼りだなんてね。最後のみょうがさんって方なんですね。ありがとうございます。じゃあさ、今何時だ？最後ですね。最後に風をはむという、風の音楽家というね、僕太鼓叩いて歌う。そんであのピアニストさんとバトーキンホーミーというね、その3人組で年に何回か。時間がなくなっちゃうね。風をはむで終わりにしようと思います。ありがとうございました。変わらずにずっとそこにいたんだね。
私はかつてよりずっと年をとってまたここで会おう。かつての面影今はどこにもなく、夢の亡骸見つけられるかな。あなたは変わらずにずっとそこにいて、新しい命を育んでくれる。またいつか会おう。私が感じたあなたの声は私、あなたはまるで私のようにそこにいる。彼が書き残した歌が今ここにある。またいつでも、またいつでも、またいつでもそこに来れるようにまた会おう。練習のためにこうやってライブ配信、しないとね、いろいろと日々が過ぎていってしまうのでね、はい、これから、ね、今田んぼとかも忙しくなってくるんで、ね、また週に1回、1回、2回はライブ配信で、なんとか音楽することを忘れないようにして、またなんかライブみたいな機会もあったら声かけていただいて、全国あちこち動いたりとかできたらいいななんて思っています。まあガツガツせずにやっていきます。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。